スターです。今回はこちらポケットモンスターのマリルとトゲデマルのキャラケーキを作っていきます。こちらはお友達の子供にプレゼントするキャラクターケーキになります。はい、今回も6号の型で作っていきます。こちらは底が取れる型を使用しています。この底の大きさに合わせて切ったオーブンシートや写し絵の紙、こちらをこんな感じで切ったものを絵の上に重ねてそれぞれの絵を写し取りました。今回は2つのキャラクターがいいということでこのような感じで配置してみました。こちらの絵をひっくり返して型の上に載せます。その上にジップロックなどフリーザーバッグ、冷凍可能なものを同じくこの型の大きさに合わせて切ってこちらの絵に重ねていきます。絵やこちらのジップロックの部分が動かないようにピンと張ってテープで留めていきます。はい、このような感じで絵と被らないところを数箇所テープで留めてあげてください。はい、こんな感じで留めてあります。上にチョコレートで線をなぞり書きしていく関係でしっかりと貼ってないとチョコが割れたり欠けたりする原因になるのでこんな感じで、テープとテープ留めた間をめくった時にそのラインの部分までめくり上がらないように留めてあげるといいかなと思います。今回は 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9箇所かな、ちょっと細かめに留めてあります。失敗しないように作っていきたいと思います。はい、ではこの上をチョコレートでなぞり書きしていきます。こちらは小さなココット皿にチョコレートを3かけほど割って入れて湯煎で溶かしました。はい、中にお湯が入らないように火傷しないように注意しましょう。こちらをつまようじの先につけて線の上に置いていきます。利き手と逆側からやるとやりやすいです。こんな感じで細いラインの部分は内側から描いていきます。はい、ラインをつなげるときは反対側から描いて描いてきたラインの上に乗せるようにするとうまくいきます。はい、内側から描いていくと外側のラインが見やすくなるのでとっても描きやすいです。はい、ちょっとチョコレートが固まりやすい季節なので固まってきたらこまめに湯煎にかけるようにして丁寧に線の上にチョコレートを置いていきましょう。今回はポケモンなので多少太めのラインでも可愛く仕上がります。はい、こんな感じでチョコレートを重ねた時には横から見てチョコレートの浮きがないか確認してあげてください。今回は大丈夫そうですね。このラインとこの型の間のところに隙間があるとそこから色がはみ出てしまったりすることがあるのでこの点を確認しながら全てのラインにチョコレートを置いていってください。では完成させてしまいます。チョコレートの線描き終わりました。ではこちらは冷蔵庫で30分ほど冷やしてチョコレートを固まらせます。その間に色付けのクリームの用意をしていきましょう。はい、では色付けの準備をしていきます。こちら製氷機をパレット代わりに使用します。こちらのクリームは植物性のホイップクリームを大さじ1くらいのお砂糖を加えて電動ミキサーで1分半から2分ほど泡立てたものになります。ふわっと6、7分立てぐらいにしてあります。はい、こんな感じ。はい、これを小分けしたスペースにこんな感じで入れておきます。横に用意したのは食用色素、こんな感じの粉状のものを1、2滴のお湯で溶かしてあります。はい、赤、黄、青、黒を用意しました。そしてこちら茶色はココアパウダーをお湯で溶かしたものになります。
ココアパウダーはお湯でないと絶対に、このように滑らかにならないので、しっかりとお湯を入れて溶かしてあげてください。これくらいの量を作るのにスプーン1杯ほどのココアにスプーン2杯ぐらいのお湯を入れて混ぜてあります。はい、こちらを使って色を作っていきます。ではまずマリルからやっていきましょう。はい、マリル水色ですね。青を混ぜて水色を作ります。しっかりめの綺麗な水色を作っていきます。これくらいかな。はい、光の当たってる部分も少しあるのでちょっとだけ薄めの色も作っておきましょう。はい、これくらいかな。この部分灰色になっているんですが、実際は白なので白いままにしていきたいと思います。明るい場所で見た感じにします。はい、あとは耳の赤色の部分ですね。赤を入れて混ぜていきます。こちら少量なので赤の方に、食用色素の方にこんな感じでクリームを入れてしまった方がやりやすいかも。今回用意した色も少なめだったのでこちらに入れた方が良さそうかな。はい、クリームをちょっと移してこちらで作っていきます。はい、これくらいですね。影の部分作りたい人はこちらにちょこっとだけ黒い色素を混ぜていきましょう。はい、そうするとこんな感じで濃い色が作れますので、エンジみたいな色ですね。こちらの色を影として入れてあげてください。これぐらい色があれば十分です。お口の中の下の色はこちらのピンクを入れていきたいと思います。はい、この部分ですね。こちらの口の中の、暗っぽい方の色はこちらの色や赤色をそのまま入れてあげれば大丈夫です。はい、尻尾のギザギザチョコレートで埋めてしまえばよかったですね。埋めるの忘れてしまったので私は黒も作っていきます。はい、クリームを取って色素の中に入れていきます。先ほどの赤と同じように黒もこちらの色素の方にクリームを移してあげた方が手早く濃い色を作ることができます。はい、黒はしっかり混ぜているうちに濃くなるので均一に混ぜてあげます。こんな感じかな。ではこの色を利用して隣にトゲデマルの方の色を作っていきます。トゲデマル灰色があります。はい、こちらの色もうちょっと薄いかな。はい、ではお隣にもちょっと色を移しながら混ぜて色を調節していきましょう。あ、体の色はこちらで良さそうですね。ではもう一個薄い色を作っていきます。こちら何にするかというと、はい、こんな感じの色なんですが、はい、トゲデマルのここですね、ここの影の部分の色を作っています。こちらなくても大丈夫です。もう一つ濃い色も作っておきましょう。どうしようかな。はい、黒をもらってぐっと混ぜていきます。これは濃すぎたかな、大丈夫かな。はい、ほんのちょっとなんですが今回作る色少ないので作っちゃいました。このトゲデマルの、灰色の方の濃い色ですね、影の部分の色になります。はい、ここから移してもうちょっと濃くしようかな。こちらと隣の色のバランスが難しいんですが、まあ、こんな感じでいいかなと思います。はい、では続いてトゲデマルの黄色を作りましょう。黄色は黄色を薄めるだけ。はい、色素を取って黄色い
色のクリームを作っていきます。結構はっきりめに作ります。はい、こちらほんのちょっとだけ赤を混ぜます。ほんのちょっとだけ。はい、こちらを混ぜると黄色がより綺麗な発色になってきます。この色に黄色を加えて混ぜていくと、はい、もうちょっとかな、こんな感じではっきりした色になってきます。赤もうちょいかな、山吹色っぽい感じを目指します。はい、こんな感じですね。今回はこちらの色を使っていきます。はい、ラストは茶色、茶色ちょこっとなんですが、こちらもクリームをこのココアの中に入れてった方が早いかな。混ぜていきながら、はい、トゲデ丸のこの部分、両脇の部分ですね、ほんのちょっとコットンなんですが、こちらの色を作っていきます。どっちでもいいかな、お好みでって感じになっちゃいました。どっちがいいかな。あ、でもクリームっぽい柔らかさがあった方が統一感が出るので、今回はこちらの茶色を使っていきましょう。こちらを使っていきます。はい、色作りは以上になります。ではこちらの色をどんどん絵の中に入れていきましょう。はい、今回は上にマリル、下にトゲデマルを作ったので、上から順に塗っていきます。まずはマリルから仕上げてしまいます。まずどこからいこうかな。色を入れて落ち着けておきたいので、濃い色から塗っていきましょう。赤の濃い色、耳の部分入れていきます。次に青色の濃い部分、このマリルの、尻尾のところの丸いところのこの部分ですね、だったり、尻尾の黒に色を入れていきます。リアルにするのはこのあたりだけ、あとは、薄い水色を入れて綺麗に仕上げていきます。続いて口の中の下の部分、次に薄い水色入れていきます。はい、ここまでできました。では耳の中の、赤い部分と尻尾の先の丸い部分ですね、薄い水色を入れていきます。こちらでマリル完成。白い部分は残してあります。続いてトゲデマルに色を入れていきましょう。トゲデマルはもう一気に進めちゃって大丈夫なんですが、まずは黄色からいきましょう。黄色に色を入れていきます。続いて茶色と灰色、薄い部分ですねに色を入れていきます。はい、こんな感じで塗り終えました。トゲデマルのふわふわした感じを
出したかったので、あえてこの部分にラインを引いていませんでした。白いクリームを入れた時にはこのラインをつつかないように入れてあげましょう。では白の影の部分、そしてこの両脇、灰色の濃い色ですねを入れます。はい、こんな感じで塗り終えました。では下絵を外していきます。テープ何箇所か外して下絵を抜き取ります。はい、無理な力がかからないくらい外してあげたらそっと引き抜きます。テープは元に戻しておきましょう。きれいにこう引っ張ってピタッとくっつけておいてください。はい、この状態で塗り残しがないか確認していきます。はい、下が抜けることで結構はっきりと塗り残しが見えるようになります。大丈夫だったらこのまま冷凍庫に入れます。1時間ほど凍らせた後に白い部分に色を入れましょう。そこからさらに30分ほど冷凍庫で凍らせてください。この上に色付けに残ったホイップクリームをもう一度泡立て直したものを重ねて平らにして冷凍庫に入れます。さらに3時間ほど凍らせます。その間にケーキの上をしておきましょう。上に乗せる状態まで作っておきます。こんな感じでクリームを流し入れて平らにしたら、もう一度冷凍庫に入れて3時間ほど冷やします。クリームを重ねた後3時間ほど冷凍庫で凍らせた状態がこちらになります。今回はちょっと仕上がりが心配だったので型から外してラップにくるんで保存しておきました。はい、型を外すときは型の周りを温めて底を持ち上げてあげるとスッと外れます。ラップにくるんでおくときには上のジップロックの部分を外さない状態でくるんでおくと綺麗な状態で保存がつきます。ラップから外したものをケーキの上に乗せます。はい、位置が決まったら軽く押して固定してあげましょう。テープの端を持ってそっと上に引き上げるようにしてジップロックの部分を外していきます。はい、こんな感じ、可愛くできたかな。真上から見るとこんな感じになってます。はい、ではこちらぐるっと回り一周クリームを絞って飾り付けをしていきたいと思います。はい、というわけでこちらで完成です。セリアで購入したカラフルチョコボールと金箔シュガーを飾りました。そしてモンスターボールですね、こちらは手作りで作ったものです。キットで作りました。はい、喜んでくれたらいいな。お誕生日おめでとう。ということで今回はポケットモンスターのマリルとトゲデマルのケーキを作りました。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上ドリームチェイサーでした。また見てね。